ホムロだ、10番のホムロ、ミドルシュートを放つ、持った、倒れる、笛はない、アドバンテージ出ています。ホムロ右サイド完全にフリーになっている、シュートを打った、右に外れた、最後は松田。さあ有利が前を向く、ホムロワンツー、有利のシュート、右に外れた。決めました、追加点、相模原2点目を挙げました。これでホムロ、これはホムロでしょうか、左サイドにホムロ、ホムロが切り返して右サイドヘディング、決定、ここのボールにホムロ、グランダのボール、この前有利が飛び込んでいきましたがゴールキック、激しいプレッシャーを受けて倒れましたけどファールではありません。相模原ボール、相模原チャンス、後半出てくる、このままシュートに行ける、シュート打った、あーゴールキックに変わります。ホムロ、ホムロ、コース空いてない、松田有利がゴール前、ホムロニア、ここで低いボール、流れの中から取りました、初めてのゴール、和田が開く、切り返してまだ有利が中に通す、ホムロシュート、キーパー相模原から来た田中が止めました、いきなりのビッグセーブ、レフティの清原、中へホムロ、足も長いホムロ、一旦下げて、ただのクロスに有利のヘディング、キーパー田中ワンタッチありました、続く秋田、低いボールファーに流れてヘディング、ホムロ、キーパー田中、神がかりセーブが続く、キックフェイントかな、柔らかいボールが入ってホームロン、42分から43分、ファーサイドゴール決まりました、ボールを呼んでいる、和田を飛ばしてホームロン、和田が中でフリーだ、大橋が触る、大橋が触って松本がクリアしましたが、まだ相模原ボール、鹿沼からホムロ、ホムロから清原、ワンツーでホムロが抜けて清原から和田、ヒールでホムロ、いや流れるような相模原、いいところで受けた、いいところで受けて中に切れ込んでいくホムロ、アンジュンスよく触った、ホムロ直接狙った、枠の外です、うまく今笛が鳴りました、決まった1対1、同点に追いつきました、まだ時間は十分あります、シュートを狙って、あっという間の逆転、シュートはエリアの中、10番のホムロ、10番のホムロ、さあスルーパス、和田だ、和田、和田のシュートはわずかに左、ホムロ、ホムロから前線につないできました、藤本、ゴールに向かっていくボール、押し込めるか、押し込んだ、エースが決めた追加点、 SC 相模原、ホムロ浮かせて前、まだ足元、さあ星もいるが、その星を使う、クロスボール上がってくる、足元されたシュート、浮かしてしまいました、つながホムロシュート、枠捉えられず、斉藤もボール持ってホムロ、ホムロが行く、ゴールキーパーの一打、シュート、ブロック、もう一度斉藤決まりました、先制ゴールは相模原、星折り返せるか、低いボールシュート、試合が前を向く、縦に刺した梅鉢、セルフしました、和田、ホムロ、ワンタッチでフリックから和田のシュート、そしてシュートは鋭いドリブル、倒れる、あっとアドバンテージを見てる、ホムロからまだボールだ、相模原だ、星クロス大外、ホムロ3試合ぶりシーズン10ゴール目、そして
梅井のスローインを受けたのは有利、そしてホムロ細かくつないでいきます。そして有利突破していってミドルシュート、強烈ですがこぼれ球藤本が詰めます。これ勝ちされています。ホムロから縦に出して有利、強さを見せます。姿が跳ね飛ばされました。さあそしてホムロが出てきました。オフサイドはありません。1対1枠を捉えることはできませんでした。パクソンス蹴るのはホムロ、 PK を決めて同点にできるか。浮かせてゲット、1対1の同点。前半の終了前、ここはホムロにつながる、ホムロから有利のシュートだ。追いつきました。オフェンスディフェンス同数になっている。ポストを叩きました。大大輝が後ろへ戻す。井上あと狙っていった。ホムロが奪う、ホムロが奪ってそのままかわして右足決まった。そしてホムロがうまく出してシュートを打てるか、決めていきました。相模原先制、決めたのはホムロ。いいボールだ、ダイレクト先制します SC 相模原。この重要な場面でホムロが決めました。